ベルリン・ドレスデン線とは、ドイツ連邦共和国の首都ベルリンの、ベルリン・ヨーク・シトラーセ駅から、ブランデンブルク州を経て、ザクセン州ドレスデンのドレスデン中央駅に至る、全長 174.2km のドイツ鉄道の路線である。全線が電化されており、リヒテンラーデ駅ブランケンフェルデ駅間は単線で、あるが、他の区間は複線化されている。また、 ユートクロイツ駅ブランケンフェルデ駅間は、ベルリン S バーン S2 号線と線路を共用しているが、電化方式の関係で長距離旅客列車は乗り入れ不可である。南北長距離線のベルリン中央駅方面からの長距離列車は遠く間において、ベルリンハレー線及びベルリン外環状線を経由する海経路で運行される。ベルリンドレス電間を、 鉄道は1837年から1848年にかけて開通したユーターボークレーデラウ線とライプツヒドレスデンが始まりである。1872年にベルリンドレスデン鉄道株式会社が設立され、1875年6月17日にエルスターベルダ経由でベルリンドレスデン間を結ぶベルリンドレスデン線が開通した。 旧来の路線より総延長は1 2トル、短縮された。第二次世界大戦終了までは、ベルリンのレスデン間の鉄道は、上記の2ルートが並存することになる。なお、1877年10月1日には、プロイセンクニウ鉄道に移管された。1887年1月24日には、ザクセン王国とプロイセン王国の間で条約が結ばれ、 ザクセン領内の区間も1887年4月1日以降は、プロイセンの所有に、エルスターベルダ・ドレスデン間は1888年4月1日に、ザクセン王国に再売却されることが決定し、王立ザクセン国有鉄道の一部となった。ドレスデンに存在した、開業当初のベルリン駅ベルリン駅の跡地はヤードになったエルスターベルダ駅エルベ川に架かる、 鉄橋ドレスデン付近を走行するレギオナルバーン両端のベルリンとドレスデンにはターミナル駅が建設されたが、いずれも短期間で使われなくなった。ベルリン側のドレスデン駅は1882年に旅客営業を停止し、少し北側のアンハルター駅がターミナルとなった。その後、ドレスデン側のベルリン駅も廃止され、 代わりにドレスデンフリードリヒシュタット駅が1894年に建設され、貨物及び地域輸送に用いられている。それ以来、長距離列車は、ライプツヒドレスデン線のラーデボイルツェエビヒ駅及び、ドレスデンのイシュタット駅を経由するルートで、ドレスデン中央駅に向かうようになった。その一方、ライプツヒ方面との間の貨物列車は、ラーデボイルナウンドルフ駅から、 フリードリヒュタット駅へ向かう旧来のルートを用いる。1875年から第一次世界大戦までは、ベルリンからツース線にかけて、王立プロイセン軍事鉄道が並行して存在していたが、1919年に廃止された。この軍事鉄道では1901年から1904年にかけて、電気機関車及び電車による高速化の試験が行われ、 最高時速 210.8km での走行を達成した。1905年のテルトウ運ンガの建設により、S バーンのマリーエンドルフ駅南方には、新しい鉄橋が建設された。1936年には、ベルリンのレスデンカを100分で結ぶヘンシェル・ベーグマン、ツーク号の運行が開始された。ベルリンの近郊区間は1939年から1940年に、 かけて電化された。1939年5月15日には、プリースターベイクマーロー間で、ベルリン S バーンの運行が開始され、翌1940年10月6日には、ラングスドルフ駅まで運行区間が延伸された。S バーンの線路は長距離列車や貨物列車との共用であったため、1930年代末には、両車を分離するために複々線化する工事が、 開始された。しかしながら、第二次世界大戦回戦の影響もあり、完成することはなかった。また、大戦祭末期の1945年4月には、ベルリン市街戦の影響により、S バーンの運行は不可能になった。戦争末期に、線路は連合国の攻撃により破壊された。さらに、テルトウ河にかかっていた橋梁は、ドイツ軍により爆破された。 伏線の線路はソビエト連邦への賠償のために橋梁部を除いて大部分が単線化された。1945年8月から10月にかけて運行が再開された。マリーエンドルフ・マリーエンフェルデ艦は S バーンと長距離列車、貨物列車が伏線を共有する形での運行。ラングスドルフ・ビュンスドルフ艦は S バーンに接続する蒸気機関車による郊外列車で S バーンと接続する形になった。ドイツとベルリンの分断はベルリンドレス電線にも大きな影響を与えた。1951年にはベルリン外環状線が建設され、ドレスデン方面への長距離列車が西ベルリンを回避するルートとして用いられるようになった。西ベルリンの領内にあったターミナル駅はアンハルター駅を含めて1952年5月18日に 閉鎖された。これに伴い地域輸送には、東ベルリンに属するシェーネバイデー駅、リヒテンベルク駅、ベルリン東駅が使用されるようになった。西ベルリンと東ドイツの境界をまたぐ列車は、ラングスドルフ方面からの S バーンのみとなった。西ベルリン内部での貨物輸送は、マリーエンドルフのガス工場とマリーエンフェルデのダイムラーの工場が存在したことから継続された。 マリーエンフェルデ駅南方に残存していた長距離列車線は部分的に廃止されるか使用されないまま線路に雑草が生えた状態で数十年間放置された。1961年8月13日にベルリンの壁の建設が開始されると西ベルリンと東ドイツの境界をまたぐリヒテンダーでマールー館は廃止された。S バーンは マーロー・ラングスドルフ・間のみのシャトル運行になったが、結局長続きすることなく、同年10月9日に運行が休止された。ビューンスドルフ駅からの通勤列車は、シェーネフェルト空港駅へ向かうようになった。1962年からは、東ベルリン方面への S バーンの運行が開始された。1963年5月26日には、外環上線と接続するマー,ーブランケンフェルで、 韓で VT2.09 型レールバスが運行を開始した。単線ゆえの線路容量の不足と、劣悪な補線状況が長期にわたり、運行上の問題となった。貨物列車が高密度で運行されるのに対し、優等旅客列車は一日数往復に止まった。この状況が改善されるのは1972年の全線復線化を待たなければならなかった。 1960年代にはすでに最高速度を時速 160km に引き上げる動きは存在した。バールート駅、ブレーニッツゾンネバルで駅間の各駅のプラットフォームは高速運転に対応できるように外側に移設された。しかしながら様々な事情により時速 120km での運行に止まった。ドレスデン・フリードリッシュタット。 ラーデ・ボイル・ナウンドル・フェ・間は1969年9月28日に電化された。ベルリン外環上線に直通する残りの区間は1979年から1983年にかけて電化された。西ベルリン区間の,の S バーンは1980年9月のストライキにより運行が休止されたが、1988年に単線ながらも修復された。 また、国内列車の他に、チェコスロバキア、ハンガリー、ルーマニア、オーストリアへの国際誘導列車も高密度で運行された。地域輸送については、シェーネフェルト・ビュンスドルフ間は、毎時一本の運行が基本であり、一部列車は、バールート、マルクまで運行された。しかしながら、バールート、マルク・エルスター・ベルダ間は長年にわたり、普通列車は1日4往復のみであった。 エルスターベルダ・ドレスデン間についてはもう少し多めの列車が運行されていた。ベルリンの壁崩壊後、S バーンの単線区間が再建され、1992年8月31日には、さらに一駅先のブランケンフェルデ駅まで修復された。1992年1月から、軌道の大幅な改修が行われ、同年5月には最高速度は、 時速 160km に引き上げられた。これに伴い、長距離列車の所要時間は35分短縮された。2020年までに、ベルリンドレス電線のうち 125km の区間の最高速度が時速 200km に引き上げられる予定である。工事内容は、路盤改良、踏切撤去による連続立体交差化、E トックスの整備などである。また、 ベルリン市内では、ズユートクロイツ駅ブランケンフェルデ駅間の S バーンの線路に並行して、長距離列車用の新線が建設される予定である。ありがとうございます。